はい、というわけで、ノーカット一人、なんだっけ、ノーカット家飲みだっけ、うん、パート5が、始まりました。というわけでやっていきます。また例によってね、この企画のルールとして、撮影ルールとして、もう何か起こってトラブルだったの、撮影ボタンをねもう一回押してしまったの、撮影がね途中でも中断してしまったら、そこでもうノーカットでなくなるんでね、もう撮影をね、終えたいと思います。じゃあまず段取りですね。今日まあ週末なんで、うん、で綺麗です、何気に、ね、開いてる。さて、何はともあれまず冷蔵庫からですね。今日は週末なんで買い物に行ってきました。まずね、出すのが、これね、先週買ったほぼカニ、まだ買ってきちゃいました、2袋。とにかく本当に美味しいほぼカニは、ただもんじゃないです。マグロのたたきと、うん、ネギ刻みは、この組み合わせでね、まず酒飲みの方はまあピンと食うでしょう。何です。で、今日はね、今夜肉がね、たくさん食べたいと、ね、肉と酒でやりたいって、そんな気分なんでね、ガツンとメガ盛り超目玉、カナダ産のね、まあ、国産じゃないんですけど、カナダ産の豚肩ロース肉切り落としが1キロで880円、ちょっと重いです。まあこれ一人で絶対無理なんだけど、とりあえずこれね、まず常温に戻しときたいんで出しておきます。あとお通し的なものをね、ちょっともずくとね、やっぱ体にいいものは極力落ちた、極力惜しみなく取りたいんで、うん、よし、とりあえずこれで OK だね。とりあえずこいつは、メガ盛りちゃんは非常にね、戻しておいたら火の通りが、ね、あとで良くなる、炒める。さて今夜も行きますね。マグロのたたきね、もう面倒なんだよ、全部入れちゃえと。今夜の段取りはうまくいくかな。パート1から見てくれてる人はさあ、ね、いかにこの動画投稿者の段取り能力がね、欠けているから、いや欠けているから、どっちか分かるという。たっぷり使っちゃえ、鬼のごとく。誰が考えたのか知らないけど、本当に料理のいい発明です、ネギトロは。これトロじゃないんだけどね、この相性といい、なんといい、本当に酒のつまみになるから。ピントが合う。このままじゃちょっとね、芸がないんでね、ちょっと寂しいじゃないか。お気に入りの器、これだな、こういう小鉢系はね、これが最高適してる。
初めから肉もね食わなきゃいけないんで、食わなきゃいけないですか、食いたいんで。ちょっと色はあんま良くないな、安いからか。日持ちしないんだよな、こういうマグロのたたきって。一回この前で、とりあえず。これもね、冷蔵庫。余ったらとにかく、冷蔵庫は冷凍庫。これで8割方、解決します。こまめにしまうこと。だから冷蔵庫の開け閉めはね、本当は現金だから。これネギとロッケ。次はネバネバ系をね、ちょっとネバネバ小鉢。ココナッツ清次郎、納豆を嫌いな人は残念、人生の半分を損しているといっても過言ではないほど、私は納豆が結構ね魅力を感じてます。なぜ関西の人は、納豆があんまり、ね、得意じゃない方が多いか、それは謎に包まれている。なかなか息がいいじゃねえか。続いて、刻みメガロ。ちょっと箸が汚れてるんで、別のやつでね。入れすぎたな。余裕のある時はね、こういったもので蓄えとく。健康食品の、備蓄というか。でこいつは味ぽんさ。業界はね、本当儲かってるが絶対に滅びないと思いますよ。2回で分けて。一発目はね、ちょっとなんだけど、とりあえず酒で、酒には酒だ。
あと小皿ね、小皿。家飲みはね、この動作、作業がね、どこだ、難しい。おっと、1枚しかないんだ。わさびと醤油はどっちだ、こっちか。このこれ座椅子の音ですからね。おならじゃないよ、この音は。よし、すごい、よし、おっぱしめるか。そうそう、一人飲み、一人家飲み。こいつね、一週間前の開けたやつだから、この日本酒はね、酒はね。ちょっと日本酒はね、生き物だからね、ほんとは、開けた日に、開封した日に飲み干さない。それが、まあ、酒飲み人の礼儀だと思うんだけど。じゃあ、乾杯。あ、うまい。あ、落ちてねえや。味落ちてねえや。うん。あ、いいな。うん、夜一発目。今回ビールじゃなくて、先に、まず酒、日本酒からいっちゃったけど。ネバネバ小鉢。なかなかいい出だしかな。うん、いいね。今ちょっと雨が降ってるけど、やんだか降ったりやんだり、うん、来週にはもうね、梅雨は明けるみたいですよ。うん、昨日もなぜかね、降ったりやんだりの日だったんだけど、この梅雨の時期に花火大会かな、すっごいもうドンバチドンバチやっちゃってね、夜の7時から9時くらいまで、よくやりますよ。ネギトロ、トロじゃないけど、ネギマグか。あ、やっぱりね、ネギとの相性。あ、酒飲みはこういうのと、やっぱ酒がね、好きなんですよ。明日も会社休みだしね、うん、明日会社があるって人ね、明日会社出勤という時と、けどね、あの休みって言うけど全く違うからね、世界が、うん、状況がね、一人家飲みにとっては今日は何時でもね、まあ、酔いつぶれるっていうかあれなんだけど、時間も気にしないでね、とにかくもう自分のペースだけでいける、それが一人家飲みのいいところかな。全部ね、段取りとか、全部つまみは買ってきて作って、準備して用意して洗って、うん。用意しなきゃいけないっていうのがあるんだけど、うん。それが嫌じゃない人、うん。好きな人はね、うん。
とか家飲みがね本当にハマっちゃうところなんです。うん、これネギトロ丼にしてもいいな。あ、これ大好き。考えた人天才だ、うん、ネギトロ。このあとビールが、これどうすっかな。いろいろね、酒飲みはね、酒飲む人はあの本当に、特に家飲みの人ね、自分でもう組み立ててるよね。飲む前から今日はここのコース行って、このつまみ食ったらこのつま、あの合う酒をね飲んで、その酒を飲み終わったら今度あれに移行しよう、ある程度も決まってますからね、そういうフラグが。とりあえず肉だ。今常温にね戻し中の肉だ。魚はこれだからね。肉食って魚食ってネバネバ系食って、あと野菜だね。うん。うん。まあ、ゆっくり行きましょう。もうなくなる。まあ、日本酒はね、アルコール分19度か、うん。もちろんビールよりも高いし、ね、発泡酒も高いし、ワインよりも上ですね、度数は。まあ、焼酎よりちょっと落ちるくらい。あんまり最初から飛ばしすぎてもあれだから、まあゆっくり行こう。もう本当にノータイム、ロングタイムで行くから。あと残り撮影時間126分、2時間かまあ2時間も撮れないと思うけどね。さあここでようやく一段落ついたところで、ちょっとね、僕がしてた番組をどうしかな。ドラマ見ながら酒っていうのもね、まあなしではないんだけど、あの筋がねちょっと分かんなくなっちゃってくるからね、ちょっと降ったの油断した時にね、あの酔いの方に行っちゃってね、うん、ちょっとしゃべくり7でいいや。このコメディね、バラエティ番組でしょ。うん、木村カエラさんのカエラっていうのは本名らしいですね。
日本のリガプールって呼ばれてますから。いや、呼ばれてないと思いますよ。聞いたことない。
それドキュメンタリーで見た話だよ。それをみんな真似するんですよ。かっこいいわ、かっこいいよ。バーモンでチップスペースチップスペースして、はい、おおでまた飲むんですよ。おお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 さて、30分経過が。ここで、一時停止を押しますね。あの、録画はね、本当に、こういうのが、あの、有利というか便利ですよね。で、自分のペースで、あの、番組、テレビをね、楽しめるという。さあ、肉の常温が、ほんのり冷えてるけど、終わった。これとりあえず、ちょっと残して、明日の朝にでも、昼かな。どうせ昼まで寝てるんだから。で、肉だ。肉とクレーバーこれね、3種類と野菜とキャベツとあと玉ねぎサラダね、これね、これと、とりあえずこれでいいな。うん、おいしょ。
さあ野菜も食わねえとね、肉ばっかりじゃん、マジでやばい。お皿お皿、あんまり使ってない皿なんでね、ちょっと一袋でよかったな。どうも買いすぎてしまう。一人暮らしだと分かっているのにもかかわらず、まあいいや、残ったらまたラップしてね、冷蔵庫ですよ。フライパンをちょっと洗おう。メガ盛りいっちゃいますよ。
あとはそう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 いろんなものがあります。これちょっと酒作っちまおう、うん、はい、こちらあのホッピー専用のねグラスがあるんですが、そこに今日は、ブラックホッピーとこれでいきます。いちご金宮とハマって今回ちょっとこれに手を出してみようと思って、宝焼酎のなんだろうこれ初めて見るし試してくる価値がありそうなんで、あとはさあ段取りスキルがねちょっともうちょっと磨かないといけないなと思いつつ、これとあいらねえか微妙にいらねえよこれもったいない洗うのがもったいないや。足2本と、あーあとこれだ、今回この肉にいつもであのエバラ焼肉のタレ の, あの黄金のタレのね中辛なんだけど、今回初めてキッコーマンというメーカーのね、うん、ニンニクラー油の、コチュジャンタレ、これをちょっと初めて使ってしまおうかなと。一気に出た。よし。うまい。肉を引き立てる。うん。いいね。安い肉で、うん。バカみたいに食える。バカみたいにね、たくさん量を食べる。そういうのもいいんじゃないか。
肉うめえ。これで黒ホッピー、いいね。スーパーとかでね、あの霜降りの高いね黒毛和牛とかのお肉で奮発するよりもね、これでも十分美味しい。あと肉だから、うん、うん、これ結構おすすめ。うん、うめっ。小学生じゃないけど肉うめえな。
よし、肉がなくなってきたんで、うい、このさ、洗わんでもいけるんじゃないかな。乗せたらいい。寄ってくるとこの勢いがね、ちょっと結構ついてくるんで、度胸というかね、変な度胸が。肉に広げないとね、あのまだらになるからね、あの焼き目が、焼き面がね、異物になるというか。まあ1キロは食えねえだろうな。どう考えても、まあ、500はいっちゃうよ、男なんだから。
もうそこは肉をガツンとしたね量でガツンと焼いて、いやガツンと食う、その辺の勢いがないとダメだね。あ、もう焦げた。焦げた。さっきと同じ。アングルつけて後傾になっちゃってる。うん、うまい。
ちょっとね、炭水化物必要になってきたな。やっぱり肉、野菜、魚、ね、色々ときて、やっぱり本当の人間のその本来のエネルギーね、蓄えるべきエネルギーの炭水化物がないといけない。まあいろんなね、調味料に炭水化物って存在するんですよね。備わってるんですが、あ、米はね、必要ですよ。ラーメンは太るしな。佐藤の大盛りご飯、大盛りまで行きたくないんだよな。カニギザ、エビギザ。そう、そう、これまた好きなんだけど、ちょっと待って。ちょっと待って。おいしいや。冷凍保存のね、ストックのこの麦飯インのこれがもう本当心強い味方ですね。んで、もう酒がなくなったんで、ちょっとこれね、ちょっと素敵なやつ。どうすっかな。あれだ、ちょっと待って。
結構まだ残ってるんだけど、さすがメガ盛り1キロだ。あ、そうだそうだ、飲もうと思ってたんだ。これだよこれ。ある YouTuber さんがね、 YouTuber っていうのがね、今の人がね、 YouTube やってる人、 YouTuber ジャングルメンブルーね、これものすごい真っ青な感じの飲み物なんですけど、これがちょっと色が気に入ったんでね、ちょっとこれを飲もうかなと思ったんです。あ、これ水、ただの水、チェイサーでね、チェイサー用でちょっと取ってきました。小さな水もね、なかなか効きます。こんなのいちいち洗わなくてもね、酒に酒ですから。まあ一応念入りで水洗いで、チェリオって書いてある。青いの。すげえ青い。あのブルーハワイってのを連想しますけど、うわすげえ青い。綺麗だね。だけど。耳がかゆい。はいはい、詰まってんね。あれ、あっつあっつつつなんて自由奔放な憲法な動画なんでしょうか。もう1時間12分経過してるか。オッケー。
ごい真っ青。いいね、こういうスカッとした透き通るようなね、突き抜けるようなこれ水、あの青色っていうのは、うん、うん、ブルーハワイというかの祭りの屋台とかイベントでよく出るあのブルーハワイのかき氷のねシロップの香りが、うん、これ味というよりはあの色をね楽しむ、そんな感じだ。こんないちいちねあのお椀にもあの盛らなくてもいいんすわ一人暮らしなんだし。野菜も結構ね勢いで食べちゃった、あの肉がうますぎて。うん、肉うまと米の相性が素晴らしすぎる。キャリーパミュパミュ、
やばい、正直お肉ここで、うん、十分かもしんない。うん、今ご飯のね影響力ってすごいと思う、炭水化物のね。うん、まとにかく肉と米うまかった、うん、もうアラフォーのおっさんはここら辺でもう肉は限界です、正直。あとお酒ちょっと軽く飲んでね、この野菜もちょっと残ってくる、これラップして冷蔵庫に保存ですね、明日食えるから、うん。あとはもうフリータイム、本当に何だろう、まったりとこのね、腹を満たして、この後ですよ、本当に。本当のまったりタイムはね、晩酌の。酒の酔いの進行に、まあ身を委ねるというか、うん。これ慣れてくると、なんか癖になる。なんだろう、ちょっとまた一口一口っていう感じのうまみがあるね。年取るとちょっとね、歯に挟まっていけねえや。まあ、それにしても、これ、うまかったよ。こっちじゃん。
何？ちょっと待って、今巻き戻し。何？ちょっと待って。今この人テレビ見てるんですけどね、あの雰囲気とか言ってしまいますよ。あのネットでね、よく雰囲気って使い方する人いるかもしれないけど、雰囲気でしょ、雰囲気を雰囲気って発音してる人います。ちょっと待っていくよ。ほら雰囲気、ちょっと待って、これちょっとボリュームを上げてみましょう。ちょっとこれおかしいだろ、最近の日本は。場内の雰囲気、雰囲気ですよ、いくよ。私はどうしてスモーカンセンをキャリジェンのスモーカンセンだと言いますと、はい、場内の雰囲気もすごい雰囲気ムンムンで、はい、もう一回リピート。言いますと場内の雰囲気もすごいもう熱気なムンムン、雰囲気っつったよな、場内の雰囲気もすごい、やっぱ雰囲気だ。例えばキャリジェンが、いい大人がこういうことを恥ずかしいやってもちょっと悲しいですね。すごくね面白い。松岡キックさんですよね、
ええ、なんで？エストレス発散です。
Oh.
あ、飲んじゃった。さあ最後締めに行くか。さーて、1時間44分経ちました。ちょっとね、1時停止をして、さあ最後もう食べ物はいいや、つまみはもう入んねえ、あとはもう適当に。くそ、肉食ってやるとか言って残ってんじゃん、こんなに。 60% くらい、6割食った、6割残ってますね。4割食ったか、それでも。まあいいや。そんな肉ばっか食ってもしょうがない。ね。よし。でもいい、おつまみでした、本当に。よかった。はい、サラダと、はい、肉はね、これいつまで持つんだ。25日、まだ出てない。あと4日間持ちます、このお肉はね。保存、冷蔵保存します。いや、いいお買い得だ、いい買い物した、すげえ嬉しい。財布にも嬉しいと、本当に嬉しいな、これ。メガ盛り、最高。ちょっと家のとこでいいかな。あ、おしっこしたい。洗い物もあるけど、ちょっとまあいいな。適当にぶっこんで。あとは、残り。収録19分か。まあ余裕でいけます。じゃあ、あとはね、ちょっとね、はい、よいしょ、油をちょっと、あ、ちょっとチェイサーで水を、水ね、で、グレフルと、あ、冷めて、よく引いてる、トニックウォーター。あ、先に洗い物した方がいいかな。あ、ちょっと待って、ちょっとおしっこ。とにかくもうこれはしまおう。残り17分か、視聴と中途。はい、これおすすめでした。
コチュジャンね、これなかなか良いよ、良い働きをした。したいために洗い物をね、先にちょっとあらかじめ済ませた方が早いかもしれない、気分的にね。
り9分。さて、今年初の、さあね、何を作るかといえば、あ、いい香りだ。塩ね、でホッピー用のグラスにグレフル、やっぱ生が一番、あのグレープフルーツジュースっていうのをね使用するっていうのもあるんだけどね、あの 100% ですね。いやそれじゃあちょっとありえねえだろ。ありえねえんだ、ほんとに。こういう、見えるかな、この塩の状態ね。ほんとはもっと欲しいんだけど。あ、ちょっとコップを間違えたね。これじゃなかったんだ、ほんとは。使うコップを間違えた。これ大きいや。やめた。残り6分よし。ウォッカ。あ、多分まったり行きましょう。いいでしょう、トニックウォーターで。ズバッと、こいつをね、絞りたてのギューッとね、やっぱ生果汁がね、ほんとに一番なんだよね。見えるかなーと。ほんとカメラこんぐらいよかったな。企業秘密じゃないよ。こうやってこう、キューッと果汁をね、閉じ込める。食卓マドラーで。あ、やばい、もう収録時間がなくなってくる。さあ、これでお立ち合い。これ後で片付けるとして、さあ、しゃべくりもね、録画のしゃべくりももうちょっとで終わるんで、2時間経過しました。長いかな、一番今まででね、パート5。すごい長いです。はい、これ、トリックウォーター。
じゃねえや、なんだっけ、ソルティドッグだ。いいね。ああ、もっとこう夏の暑い日にね。いただきたいです。というわけで、これからネットサーフィンしながら、のんびりいきますんで。じゃあ、もうキリがないんでね、これで、パート5、ノーカット家飲み、パート5を、終えたいと思います。では、皆さん、またいつか会える日まで。チャオー。